い、本日は3月の5日、ただいまの時刻9時半です。今回はこの分校の坂道が、前回多分シャーボルトが途中でなくなって終わったのかと思いますが、雪がね、かなり残ってますんで、安藤が代わりに投雪機でこの雪をどかしていきたいと思います。まあ最低限ここの坂道と分校前の入り口をやって終わろうと思います。こっちだけ最低限やっていきたいと思います。まずは、シャーボルト、セット買ってきましたんで、これを取り付けたいと思います。はい、ということで、ゆっくりやっていたらあっという間に時間が過ぎてしまいまして、ただいまの時刻は10時21分ということで、約1時間ぐらいかかってしまいました。また道中で、
やっぱりこのかしがってるところにこう合わせていくのが結構難しくて、当たった瞬、オーガーが当たった瞬間にね、何回か2回ですかね、ピンが外れてしまいました。はい、まあ、久々の投雪機だったんですけど、今回もですねピンを飛ばさずにやることはできませんでしたが、まあ、無事に、終わったので良、かったです。あとちょっと分校の上に上がってまた雪の状態を見てみたいと思います。はい、分校前の積雪は、純粋にここのレベルで言うと、1.1 メーターですね。まあ、若干ねこの持ってある部分を見ると1.4メーター3メーターか4メーターの間ですかね、まあ、それぐらいですね。はい、まあ結構この前の大雪で、減っていた雪がまた、増えたようで、4月はね山菜イベントがあるんですけども、まあ来あの平年よりはね早まるというような予測でしたが、まあちょいちょいねこの雪が降ってくれると平年並みのね山菜イベントの開催というか、まあ、開催に合わせてねちょうど取り時の山菜がね出てくれるような感じになってくれるとありがたいなと思いますが、まあこれからねまたいい天気が続くのかどうか分かりませんが、今日はここで終わりたいと思います。はい、今日は3月の6日水曜日、ただいまの時刻は8時41分です。今回は昨日除雪ができてなかったところからやっていきたいと思います。ここは高齢者世帯のお宅でございます。ここやって池谷分校の昨日やれなかったところやって、今日は終わろうかなと思います。ただいまの終了時刻は8時57分でした。まあ、今回は多田さんと山口さんが、不在なので、初めてですね安藤がここはやりました。はい、というわけで今度は分校周りをやりたいと思います。はい、分校に到着したんですけども、まあ、昨日やったところが、思いのほか朝までにね積もってたみたいなんで、結局ここをもう一回やって、昨日ねできなかったところをやっていきたいなと思います。
はい、無事に作業が終わりました。昨日から約だいたい24時間、経ってはいるんですけども、まあその間にだいたい10センチぐらいの積雪があったのかなと思います。まあ、今回もだいたいね1時間ぐらいかかったんですけども、まあ、前回よりは雪が少なかったので、まあ、他の昨日やらなかった部分も合わせると、まあ、昨日よりは早く、作業を終えることができたのかなと思います。はい、という感じで、こっちの積雪も見たいと思います。荷物を、よいしょ、はい、さっき作業中に若干雪を飛ばしてしまったんですけど、昨日と変わってないかな、まあ、若干10センチぐらい高くなった感じなので 1.3 メートルから1.4 メーターぐらいですかね。はい、まあ、積雪はそのような感じになっております。まあ、ここに来て冬に逆戻り、していて、またね、週間天気を見るとちらほらと雪マークがついてますんで、まあこまめに、まあ、除雪するのがね、特策かなと、思いました。はい、というわけで、2日にわたっての、除雪動画になりましたが、最後まで、ご視聴ありがとうございました。はい、終了時刻を忘れていましたが、終了時刻は、10時16分でした。まあ、前回より早いですね。はい、というわけで、今度こそ最後になりました。最後までご視聴ありがとうございました。